お疲れ様です。じゃあ今回のメール返信もですね、プライバシーに配慮しながら一般公開動画でやっていこうかと思います。今回いただいたメールの束に限らずなんですけども、半年前からね、食に関するライブ放送をたびたびやることにしまして、今回は4読についてお話したんですけども、結局ね9回連続でも終わらずに明日に最終回を持ち越して、なんか10回のねロングコースになってしまいましたね。10回のロングコース、これ3回やったら1ヶ月終わりますんで、いかにね早くお伝えしてるかってことがわかると思います。まあ内容もかなりあるのと、あとはねやっぱ半年前からやってますので、実践された方のその結果ですかね、そういったもののレポートもだいぶ集まってくるかなっていうところになってます。で、最近私がねこれは本当すごいなと思うのが、やっぱ十数年アトピーで皮膚科に通られていたとかね、それから内臓の方を見ていただいたとか、とにかく病院あちこち10年以上行ってらっしゃる方が、その油と小麦粉をやめたらね、赤みが体からすごく消えていって、痒みがなくなっていって、で、通院していった病院の方に、あ、効果が出てきましたねって言われたみたいな感じで、ちょっと苦笑いしたみたいな経験がありましたね。その方の感覚なんですけども、病院では全く効果が出なくて、言われるまんまにずっとお薬飲んだり薬を塗ったりとかね、それから言われたまんまに診察を受けたりとか、時にはちょっとあっと驚くようなこともねしていたみたいですけども、まあ、結局長い目で見ましょうって言われてね、本当に長い十数年になっていたってことなんですけども、まあ、私の放送の中で、まあ、小麦粉のグルテンが悪いからっていうのでファーストフードをやめた。で、IH 鍋とか、それからテフロン加工の鍋とか使ってるのに気がついて、そういえば油引かずに済むからこれ買ったはずなのに、思えばずっと油引いてたなってことで、油を引かずに調理をしてみたらしいんですよね。これ半年前から、まあ、そしたら痒みがなくなってね、みるみる赤みがなくなっていって、ファンデーションちょっと薄くなるよねということで、なんか最近おしゃれも楽しめるようになりましたってことだったんですけども、その方のね喜びってのはね本当に私良かったなと。ただ私はこうやって自分なりの考えを放送してるだけなのに、それを実践した方、実践しない方、バカにする方っていろいろいると思うんですよ。それはもう個人個人の判断なんで、よろしいかと思いますけども、私がねちょっとカルチャーショックだったなと思うのは、サプリをやりましょうとかね、新しい治療方法を試しましょうとか、プラスプラスで何かをやりましょうっていう働きかけじゃなくって、これをやめましょう、あれをやめましょうっていう、引き算によって改善していくっていうので、昔ちょっとねニースキンのトップの人に聞いたことがあるんですけども、日本人はカロリー取りすぎ、食べすぎ、1日3食はこのままだったら多いみたいなこと言ってて、その方はサプリを売ることによって、生計を立てていたはずなんですけども、結局過剰摂取ってことを意識しながらね、売り上げのためにどんどん売っていたってことをもう、話してくれたんですよ。その時はそんなもんなのかなと思って、お腹が好きは勝手に食べればいいじゃんと私も思っていたんですけども、いやそうじゃないなと。なんか食を正しくすると、間食を欲しがらなくなるとかね、それから知恵を使って料理をするようになるとか、これは危ないなってことに気づき始めて、よくね気にしすぎたら食べるものなくなるっていうと逆なんですよね。気にしていくと食べるものがたくさん見えてくるようになるとか、それからスーパーに行っても、行かないコーナーと行くコーナーがはっきり分かれるんですよね。惣菜コーナーなんても素通りですからね。で、私が好きだったのはそのかき揚げのフライ、これをね買ってきて冷凍庫に入れてお蕎麦にこうポチャンとつけて食べるのが好きだったんですけども、あれが全然なくなりましたね。それからなんだっけな、餃子も全然冷凍物を買わなくなりましたしね。全然変わったんですけども、満足度は高いかなっていうと、味覚がちょっと鋭くなってきて、で和食がより好きになったかなってところがありますね。きちんとお米を炊くようになったりとか、あと海苔ですかね。海苔からね、ミネラルとかね、ビタミンとかね、それから何ですか、乳酸菌、これが取れるっていうのはずっと知らなかったんで、確かになと思いました。その代わり適当な海苔じゃなくて、ちゃんとそういった栄養素が取り出せるような海苔を選ばなくてはいけないなって思って、逆にね特売商品の海苔を買っていたものがそうじゃなくて、棚の中から原材料を見ながら、産地を見ながら買えるようになったっていうのはね、ちょっと目利きがさらに鋭くなったかなと。またも私もね食で生きてきた人間なんで、それなりにこだわっているかなと思ったんですけど、全然ダメでしたね。やっぱりこう売り手側の都合で、選んでいたような気がします。ちょっとこの辺はねまた長くなりますので、この辺にしておきますけども、メールの返信の方ですよね、神がかっている朝ライブということでね、ここまで評価していただいて
恐縮なんですけども、まあでもね、本当に健康を取り戻す人が少しでも出てくれたんだったらありがたいなと思います。まあ私の動画放送ってのはそんなにね、視聴者数が1000人2000人いるわけではないんですけども、でも1000人2000人を診察してる人でも1人や2人はね、なかなか救えないと思うんですよ。私の場合はもう喜びのこうやってメールをね、いただけるようになって、まあ何よりの報酬かなと思います。ますます大事なことを伝えていかないといけないなって気になります。で、かなり勉強になるっていうね、まあそんなコメントも寄せられてきて、非常に恐縮の至り来たりでございます。で、今日はね、乳製品、牛乳のことをお話ししました。世界中の生き物は牛乳を飲む期間っていうのは生まれた時だけなんですよね。特に成人をすると牛乳なんて誰も飲まないんですよね。あの、牛や馬がね、3歳になった4歳馬になったって、じゃあお乳飲みますかったら一切飲まないですよね。食べるものは変わっていくんですよね、成長に合わせて。で、人間だけがなぜかね、牛乳を飲むんですけども、それにはきちんとした理由があって、やっぱり水がなかなか取れないような地域とか民族ってのは、ヤギのお乳を飲むしかもう水分の取る方法がなかったんですよね。で、さらにお料理をするときも水がないもんですから、ヤギのお乳とか牛のお乳で煮炊きをしたんですよ。で、そう考えていくと世界中の料理がそうやってできてるなっていうふうに納得もできますし、じゃあなんで日本には乳製品がなかったのか、それは水が豊かだったからっていうところにまさに歴史が証明するんですよね。で、あとなんで人間、あの、日本人が牛乳を飲むようになったかっていうと、戦争に負けて牛乳を押し付けられたっていうね、まあそういった GHQ のね、あの陰謀もあったという、都市伝説も何でもなくて、こういう契約書が出てるわけですからね。で、私もこれね、今回食の研究してきてびっくりしましたね。あ、本当にあったんだみたいな。30万トン押し付けられたんですよ。しかも質の悪いやつ。あと、菜種油とかね。もう工業用の菜種油の一番程度の低いやつを日本にどんどん押し付けてきて、それが今でも続いてるわけなんですよ。いや、そう考えたら健康になるわけないよなと思うんですけども、なんかね、イメージ戦略というか、スーパーでヨーグルトがいいですよとかね、なんか小麦のパワーですよとか、なんかああいう番組が始まったと思ったら CM は必ず乳製品とかね、それから小麦粉のなんとかかんとかってのが出てきて、さらに次の日はスーパーでそういったものを売り切れるみたいな現象を何回も見てますよね。まあ、つまり商品を売るために番組にスポンサーが口を出すっていうね、まさにその通りかなと思います。早見もこみちさんがね、爽やかにやっても、その裏にはやっぱりもこみちさんにお給料を払うスポンサーの意向があるってことなのかなと思ってますけどね。まあ、つまり歴史から分かるということではないかなと思います。もちろん信じるか信じないかはあなた次第ということでね、まあ健康であんまり悩んだことがない私の方がね、まあ、ますます健康に詳しくなるかなっていうところで、ちょっと得をした気持ちがしますね。で、ポスティングの件ですね、200部、はい、順調な流れが来てると思います。あの、やっぱりこう波動の話もしましたけども、あの、いい考えが頭から出ると、それが自分の生活範囲伝わっていくんだと思います。で、良くない考えが頭に上ると、やっぱり人間の体は水でできてますからね、その水による波動が周囲にこうね、広がっていって悪いものを引き寄せるのかなと思いますね。まあ、だから悪党の周りには悪党が近づくし、ずるいことができる人の近くにはそのぐらい誰でもやってるよみたいな、ちょっとずるい人が集まってくるしみたいなことじゃないかなと思いますね。はい、動画の方はうまくできてると思います。ヒゲね、ヒゲには多くの意味がありますんで、まあ、はっきり言ってね、テクニカル理論を学ぶ上でヒゲをしっかり学んでおけば相当ですね、インジケーターはいらなくなるかなと思います。で、学ばなくてもいいことに多くの人は時間を使って、2年もやってます、3年もやってますって言うんですけども、いや、 やっぱりね、知らなくていいことを一生懸命やったりとかね、やらなくてもいいことを一生懸命やるんですよ。まあ、例えて言うとですね、なんですかね、なんかその、東大受験の勉強を一生懸命してプロボクサーになるってことはないと思うんですよ。それをやっちゃってるのかなと思いますね。もちろん、全くの無駄ではないんですけども、ただ、やっぱり労を多くして実り少なしみたいな、そんな道に入っちゃってるのかなと思いますんで、今後もね、まずは、投資の基礎知識、こちらをしっかり身につけることで最短距離を歩いていただきたいと思います。それでは本日は以上です。